中日秋季練習レポート。浜翔之介、これから外野手としてやっていくと外野転向を表明。立浪和義監督、内野も外野というよりは外野一本。オープン戦でセカンド守ってそう。外野一本から内野手になって最後は投手やな。片足あるから生きるんじゃないか。もともと外野手だったしいいと思う。肩と足を生かすためには外野はありやな。さすがに就活ショートは無理があった。外野は上手いから期待、若い外野がいないことも考えるとちょうどいい。と言って内野を守らせるのが立浪流。ドラフトで二遊間取るのは確定したけど2位で行くんはやめてほしいわ。ドラフトで内野手指名する伏線。ネオで見たことあるぞそのセリフ。外野一本、これなんか見たことあるな。ネオの件があるから強制的に他のポジションやらされるかも。内野手、外野手、投手のネオパターンか？あくまで外野メインってことやろ。そしてセカンドにコンバートしてから投手にコンバート。シーズン始まって外野から内野になって最後投手になった選手もいるからこの監督の言うことは話半分に聞いとかないと。外野ばっか増やしとるな。そしてサイド内野へ。立浪も監督から一般人へコンバートしよ。まあもともと外野転向を見込んでの獲得だった感はある。それはそれとしてやっぱ内野指名必須よな。まあ間違ってる選択とは思わないけど、外野ならしっかり外野で固定しろよ。肩強いしありやな。オープン戦までに内野に戻ってないといいが。コンバートっていうかもともと本職は外野。明らかに外野の方が適性あったし納得のコンバートかな。ただこうなると内野手の人数が足りなくなるし、ドラフトで一人は指名するかもね二遊間の選手。外野から内野に移して成功した例とかほとんどないしな。外野一本とか言ってまた内野に戻すとかないよな。おいマジか、今年のドラフト内野手絶対に取るやん。そのうち投手転向したら笑う。来年の春には違うこと言ってそうだな。来年は一軍で活躍。